皆さん、おはようございます。マーティン、ダーの宮空母へ、キングとかです。中国自動車道のパーキングエリア、サービスエリア、どんどんいます。西宮、ラジオサービスエリア、これ、ハムがうまそうですね。はい。モテナスというところ、赤松パーキングエリア、これ、ファミリーで似合います。ヤシロパーキングエリア、24時間、いつでも営業できる場所と、ドッグランがある場所です。葛西サービスエリア、こういう、ジュースもうまそうです。はい。アトミパーキングエリア、2019年10月にリニューアルし、オープンしたそうです。光月パーキングエリア。あとは、こっから入ります。小パーキングサービスエリア。マニアパーキングエリア。はい。大佐サービスエリア。こういうブランド。モテナスというブランド名がありますね。はい。こういう一品の店。おもてなしです。日本のおもてなしです。はい。七つ原パーツカハラサービスエリア。こういうワニバーガー美味しそう。江戸川パーキングエリア、本郷パーキングエリア、朝サービスエリア、あとは吉尾サービスエリア、鹿野サービスエリア、あとは水戸サービスエリア、王子パーキングエリア、もてなす、これ肉ごぼううどんが美味しいです。水戸サービスエリア、これ手作り串団子、どれも一番人気でございます。福岡のメカリパーキングエリアと、まあ、壇の浦パーキングエリア、これ関門自動車道にあります。はい。というわけで中国自動車道のパーキングエリア、サービスエリアでした。バイバイ。